ですね。やったね。左のバンカーに引っ掛けました。うん、ナイスショー。あー、そこまで行くんだ。お、左のフェアウェイ止まりましたね。まだ変わらずワンナップですか。ワンナップです。節制しております。はい、意外にワイワイやってるんですが、うん、そういう風に見せないように撮ってるだけなので、はい、決して皆さん必ず言う、そうですね、喋ってない喋ってないわけではないです、はい、やっぱスイッチしてるよね、うん、こう歩いてる時とさ打つ時で2人はね、うんうん、違う、それを感じる、うん、打つ時はやっぱ、うん、集中してるよね、はい、うん、喋る時に急にやっぱりこうリンゴルフ用に対応してくる、うん、素晴らしい臨機応変ナンバー何ヤードですとか、うん、そういう感じのラインなんでとか助かりますね。そう、じゃあセカンドショットです。さあ見物だよ、これ足音さん。今回初のバンカーじゃないですか。あ、そうだね。そうですね。言ってもまあミドルアイアンくらいで打てるので、うん、多分関係ないけどちょっとピンが届くかなどうかなっていう。翔太さんはグリーンを狙うのか。ちょっと割と高さがあるね。顎が。こすったね、ちょっぴり、ね、ちょっぴりでもちょっとバンカーバンカー、あの清田さんはこの深いバンカーに入ったそうです。よまあ今ちょっとバンカーには入ったけれども、あのバンカーは特に難しいバンカーではないと思うので、あんまり、まあ、ミスだとは思ってない。まああの入ってもしょうがないって。あとはあのバンカーのライだけかな、気になるのは。何ヤードですか。96です。上げてますね。上げですね。100、あれなんかさっきそのグリーンのピンのポジション見たら、うん、結構バンカーから近いような感じだったので、うん、結構手前だ、はい、少し気持ち大きめに、気持ち大きめに、いい感じじゃない。ナイスオン。大きいです。大きいかな、結構大きいちょっと左に出たね。ちょっと捕まった分、うん、ったね、あれぐらい捕まっちゃうとちょっと、はい、結構、あ、58ください。58、はい、カラーぐらいまでいったかな。うーん、行ってみましょう。でも止まってそうだけどな、風の影響受けないんだあれぐらい捕まったねちょっと塩田さんはグリーン面確認に行ってます。うん、落とす位置が大事になってくるかな。さあ、ちょっとボールの高さ見るためにこれぐらいの位置から撮影します。うまいんじゃないかな。ありがとうございます。はい、どうぞ。すいません。今どうでした？今はちょっと実は、うん、冷気の鳴らした後のくぼみに少しあったので、うん、あ、ちょっと目玉っぽくなってたよね。うん、ちょっとね、なんか溝に入ってた感じだったので、うんうんうん、ちょっと深く入れたもんね。深く入れた感じ。うんうん、まあ、あのいやいやいや、ここまで寄ってればね、もうボギー打ったら絶対ダメだから。スナイチあるよ。ナイスアウトです。ナイスタッチ。左カップ縁のライン平らね。
ちょいすらですね。どれぐらいのタッチで合わせるかがポイントになりそうです。わあ、今カムカムラインだったけどな。これが OK です。じゃあ OK です。今のはちょっと悔しいな。一番悔しい。弾かれた ね。いやでも完璧なところに打ちましたよね今ね。完璧なところに打ちましたよね。左の。だと思ったんだけど、なんだろう、まあ強さかな、うんうん。ちょっとパンチ入っちゃったのかな。うんうん、まあ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 まだまだありますから。まだご褒があるからね。はい、はい、ちょっと流れが、はい、耐えてた分。さっきのはでかかったね。はい、集中力を切らさず。あと4ホール。あ、5ホール。5ホールぐらいか。5ホール。このままリードを、リードで保って。維持したまま。はい。塩田さんは差を縮めないといけません。ここから残り5ホール。ショー、ナイスです。本当なんかこうスローモーション見てるかのような。まあ、で170で見てください。はい、170。ちょっと風上げてるかな。ちょい上げですか。うん、ほんのちょっとだけ。うん。ナイスショット。おー、ナイスでー。戻ってる。おー、寄ってる寄ってる。ナイスです。4番アイアン。そう、170あるのにアイアンなんだと思って。そう、私もずっとユーティリティが逆に打てなくて、で、4番アイアンまで入れて、はい、そこから3ウッド。うん、あ、3ウッド。5番ウッド、3ウッドドライバーと。はい、あ、じゃあユーティリティ入れてないんですか。そう、すごい。あの右の傾斜を使ってみおちゃんも私も行きますかね。これ飛びましたね。これ飛びましたね。これは結構差が出ましたよ。風読んでちょっとつま先上がりの傾斜です。あんま関係ない感じですかね。ほー、ちょっとピンの右に出たけど。落ちた。ノーラン。今はちょっと右に吹けちゃいました。そうですね。右に吹けて。傾斜あるんですけど、こうちょっとこうフェードっぽくいってるから、うん、多分あんまりなんか今ね、ドロー抑えめって言ってたもんね。蹴られなかったです。そのままポンって止まっちゃう。傾斜ドローを抑えめにした一番の理由は何ですか。これがこれがね、シャッシャッっていうのはねが怖いんで、あの球が出だすとやっぱりこうもうすぐ OB になっちゃったりとか、そしたらもう取り返せないミス、取り返せるようなちょっとラフです、少し林入りますとか、まだ取り返せるじゃないですか、まだ出してまだパーが取れるとか、でも OB 行っちゃうと取り返しがつかないんで、うん、朝ほどこうじゃないですか、ね。ない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 。まあ、コースでいるとどちらかというと、
しやすい、捕まってくるんで。結構ロングパットです。上りの傾斜が2つくらいあるかな。フック大きめに読みましたよ、これは。攻めてますね。強い。勝ってる分、攻めの姿勢を弱めないみおちゃんです。まあ、これぐらいの距離、今日入れてますからね。強く打つつもりなかったんですけど。バーディーパットです。上りのちょいフックライン。今スリーナップみおちゃんですが、はい、ちょっと差が出ましたけど、はい、まあここからが全日本ミド取ってる塩田さんの底力の見たいです。見せどころからなと。なんかちょっとよ、ちょっとなんかこうドラマの予感。ドラマの予感ですよね、はい、このままじゃ終わらないぞと、はい、私もそう思います。ちょっと生でその底力、底力をね。ちょっとなんか朝からね、塩田さん言って、最近なんかバターがねどうのこうのって言っててね、どうのこうのだって、うん、バターが調子悪いって言ってたね。それがまあちょっと出てるのかなっていう。やってます。やっぱ本当にこう、もうここまでのやっぱレベルの試合ってもパターなんですね。パターだね。ね、だってもうアマチュアのミスないですもんね。ない。本当にすごい、もうパター、ね、パターですね。ねしか言えないもん、私も。あとやっぱり寄せが上手だよね、うん、まあほぼ2オンしてくるけど、うんうんうん、なんか寄せもちゃんと磨いてんだなっていう、うん、こう入る、もう入れどころ、外しどころじゃないな、入れどころのとこまでやっぱ、うん、みんなやっぱ寄せてくるんで、うん、雨降ってきたね。うん、おろ、これまたドラマ、これまたドラマの予感ですね。きっとこれ嵐の予感ですよ。嵐が来る予感ですかね。では残り3ホール、まあ、見届けましょう。はい、届けましょう。残り4ホールじゃん。4ホールか。残り4ホールです。これは塩田さんさっき言ってたけど、うん、17までは持っていきたいと。はい。なので、はい、そこまでは持っていけるように頑張って、はい、見届けましょう。本当すごい接戦とこに置くよね。に入りました。バンカー、お、バンカーに入りました。これか、これの雨か。ナイスショー。超えました。伸びてますね、顎はそんなに高くないです。
うん。妹ちゃんの初バンカー。いいんでない？いいんでない？乗った。お預かりします。乗った。乗りましたか？ナイスナイスです。ありがとうございます。うん、どこからでも乗せるけど。すごいボールですか。ナイスさん。もう出てきた。さあフェアウェイセンターから。傾斜も特にないです。43の上げ。離されないように。さあこのホールで塩田さんがボギーを叩いてボギーかななってしまった場合はみほちゃんが勝ち逃げとなってしまいます。なのでこのバンカーショットが大事になります。さあ寄せ音ですね。ナイスオン。長めのちょいスライスフック。最初はフックだった。カップ周りはそんなに切れないかな。カップ周りはそんなに切れないか。ナイスライン。ナイスタッチ。プロラインですよ。ね、ちょっと慎重に行きましょう。うっそー、出た出た、ミッドアマチャンピオンの根性。ありがとう。もう忘れられなかった。よく入れたね。よく入れたよ。多分今みんなもう視聴者がもう目が点。やばい、面白いことやってくれますね。強いね。入っちゃうよ。ちょっと今のはね、出たよ、ね、ドラマすぎる。ドラマすぎるよね。今回面白すぎる。面白すぎる。てかさ、粘りがやっぱ違うわ。これ入るの。いやもう諦めない気持ち、ゆっこ入った瞬間なんか、うん、何が起きたんだ。さすがです。さすがですよ。